レースの最中、こんなストーリーが。彼はシュークリームが大好きです。カスタード陣営を勝利に導くため、敵陣営にグーパンをしています。死に際のアフロホイップが言いました。伝説の100倍マッチに勝利すれば、大きくチームの勝利に貢献できる。彼は初めそのようなものを信じられませんでした。ですがチームの勝利のため、伝説のマッチを待ちます。しかし来ない。10倍マッチは来るが、100倍マッチを目にすることはできませんでした。彼は騙されたと思い、アフロホイップをしばきに行こうと思ったその時、なんということでしょう。100倍マッチです。彼は震える手を抑え戦いました。しかし最終的にフェスの結果は、ホイップ陣営の勝利となりました。悔しい。彼は自分の弱さを認め、次のフェスに向けて今日も練習に励みます。最後にチャンネル登録、高評価をして続編を待ちましょう。